最後のチャプターです。今日ねヒルアントやっていきたいと思います。ヒルアントをねやってくれっていうね、解説してくれっていうね要望がねすごい強い、すごい強くて、それをねやっていきたいと思います。でこれね、これフェラーリね P4 でやっていきたいと思います。これがね結構ね挙動が乱れやすいんで、これでねちょっと解説します。はい、でまずね GT スポーツなんですけど、ハンクラがないない言われてるけど、ハンクラあります。これ 100% あります。どのハンコンを設定しても絶対あります。でそのねチェックの仕方ね、みんなやってるのはなんか、ちょっと待って、ここみんなやってるのはこうやってね、アクセルを踏まずにクラッチを上げてってエンストしちゃう、前進まないからね、ハンクラありませんって言ってるんだけど、普通のレーシングエンジンってみんなそうだから、レーシングエンジン下のトルクがなくて、クラッチそーっと、どんなにそーっと上げてもほとんどのレーシングカーはエンストします。で市販車ね、一般の市販車は結構トルク、下のねトルクがあるから案外ね、まあ、エンストしなかったりするけど、こういうね本当にレーシングカーを模してる、まあ、シミュレーターではそういうチェックの仕方だとダメで、ある程度回転上げといてつなぐね、ここつながってんじゃん、ハンクラのとこ探って、ここほら今わかった、つながるじゃん、つながりすぎ、ちょっとアクセルがレベルが下がるところ、ここ、これハンクラ、アクセルを煽ってもスピードが完全に上がらないけど徐々に上がっていくっていう、つなぐとで氷がつながってるからね、今確実にハンクラあるでしょっていう風に確かめないとダメですね。はい、まあじゃあハンクラがあるっていう話ですね。で、次ね、まあ、ヒルアントをやる前になんでヒルアントが必要なのかっていうのをちょっとね簡単に解説していきます。例えば3速からね走ってて、ここから2速に落としたいとき、こういうときね、まあ、アクセルを煽らずにクラッチ上げちゃうと、いいだ、スピンしちゃう、ね、回転を合わさずに、ね、まあ、ちょっとハンドル入れてるけど、まあ、サイドブレーキを引いたみたいな、ね、感じでバックして、サイドブレーキをこう引いたみたいな、こういう動きね、こういう動きが出ちゃう。これなぜかっていうと、エンジンは回転が弱まってます、ね、で回転が合ってない状態、回転が低い状態で、まあ、クラッチつなぐってことは、まあ、要はそのリアブレーキをかけるのと同じようなね、同じ動作が、同じ力が働くっていう、ね、感じになるんで、クラッチを例えば2速でつなぐときはちょっとアクセル煽っといてつなぐっていうね、ちょっとアクセル煽っといてつなぐと挙動が乱れない。ちょっと待っていくよ、さっきスピンしたけど、ちょっとアクセル煽っといてつなぐと、ほら高めでね、高めでつなぐと何にも起こんない、低めでつなぐとスピンしちゃう、ね、分かるでしょこれ、分かるでしょ、うん、っていうのを防ぐために、ちゃんとね回転を合わせてつなぐっていうね、そういうことをしなきゃいけない。でそれがねコーナリング、ちょっとエンジン止める。でコーナリングにね向かってる途中、ブレーキ踏みながらシフトダウンしたいときはね、それできないじゃん、ちょっとアクセル踏んどいてつなぐってできないでしょ、だってブレーキ踏んでるから。だからその時にアクセルを煽っといてつなぐっていうね、そういうことをします。まあ、ちょっとここでダブルクラッチとかいろいろあるんだけど、今ちょっとダブルは切らないよ、切らないやり方で、まあ俺もダブルも切れるんだけど、ダブルちょっと切り出すとちょっとあのねミッションの構造まで話さなきゃいけないんで、回転を合わすだけのヒルアントをねを解説していきますね。でこれをやるためにどういう練習が必要なのか、練習編行ってみます。どういう練習が必要なのかっていうと、ブレーキを踏んだまま、ブレーキはもう常にブレーキでさコントロールしなきゃいけないじゃん、コーナーが迫ってきて強いブレーキからだんだん抜いてってハンドル切り込むってね、強いブレーキ踏んでだんだん抜きながらハンドル切り込んでいくっていう、この動作は必ずしなきゃいけないわけだ。この動作しながらね、アクセルも煽らなきゃいけないっていう、でクラッチ上げる、こういう動作ね、
ブレーキ踏んでこういうね、まあそういう動作をしなきゃいけない。要はこのブレーキペダルとアクセルペダルを別々に操作しなきゃいけないわけ。これを練習するのにまずね、最初みんな陥っちゃうのはこうやってやっちゃう、こうやってこうやってブレーキもブレーキも一緒に踏んじゃう、ブレーキも一緒に踏んじゃう、こうやってこうやってこうやって、これ危ないからね、これガクンってなる、ガクンガクンって、これ危ない。これでもねみんなやっちゃうんだよね。なんで止まった状態でこういう練習して、ちょっと俺もうまくできてるかな、ちょっとわかんないけど、できるだけブレーキ一定でアクセルを煽る練習、ブレーキ一定でアクセル、こういう風にならない、こういう風にね、一定でアクセルを煽るっていうね。この時にブレーキねとペダルのねこの距離ね、これ結構近いんで、これロードスターと結構似てんのね。まあ、ちょっとロードスター上から生えてるけど、このくらいの距離だともう本当にね、ここの親指とこの小指ね、小指のところここで踏んでるの、こういう感じで踏んでるから、小指の付け根のあたりかな、親指と小指の付け根あたりで踏んでるっていう、こういうね。でもうちょっと離れてるとこのねかかとで踏むっていうね、かかとで踏む、ブレーキしながらかかとで踏むっていうペダルもあると思う。まあいずれにしろどっちにしろできるからけど、結構離れててもできるから、まあいずれにしてもポルシェはね、このアクセルペダルがちょっと奥にあるんだよね、このぐらいにあるんだよね。あ、デフォルトがね、デフォルトこんな感じだから、ブレーキ踏んでるとなんとかアクセルに届くぞみたいなね、バカだなあれなって思ったら、ポルシェの人やんないんだよこれね。まあ、ちょっとやんない走り方っていうのもあるんだけど、まあ、それちょっと今日解説しないけど、まあそれもあるんで、ポルシェはね、それなりのポリシーがあって、ああなってる。古いね、ルーフがこのね、ニュルを走ってる動画があって、それを見るとね、どうやってシフトチェンジしてるか分かる。まあそれはいい。ちょっと脱線しましたけど、とにかく、まあ、ブレーキをね、踏みながら、煽る。踏みながら、一定にして煽る。これをひたすらやって、エンジン切ってひたすらやって、これができないともう話になんない。パドル自体は別にこれいらないけどさ、まあ好きだよっていう人は好きだよ、こういうの好きだよっていう人はひたすらね練習してくださいね。それを練習しないと上手くならない。もうあとはそうだな、まあブレーキを踏まずにクラッチをつないでいくっていうやり方に、3、待って、3入ってない、1、2、3、3ね、3、2、1、2、3、2、1って、3、2、2、ちょっとね、この車うまくできないけどね、ちょっと入り方のタイミングがね車によって違うんだよね、 GT スポーツの。とにかく合わせて入れる、まあ、とにかくね、1、2、3、2、1、1、2、3、2、1っていう風に繰り返し、同じ速度でガクガクならないようにつなげるっていうのが基本で、それがそこまで、その2種類ができたら初めてこういうね、こういうブレーキをかけてこういうやつね、これを練習する。でコツはね、最初はちょっと高めにつなぐの、低めにつなぐと、これね不思議なもんで、旋回転高めにつないでもスピンしないのよ。旋回転低めにつなぐとスピンしたりとかする。特にだから俺なんかもう雨の日とかスピンしやすい車、リアの動きがすごい動く車はちょっと高めにつないでるよ。いろんなビデオ見ていただくと分かるように、ほんとね、ほんのちょっと一瞬こうアクセルを煽るときにちょっと余分に踏んで、
うーんってなってもいいから、ちょっと余分につないで、余分で上、高い目で高めでつなぐ、高めでつなぐっていうイメージにして、ちょっとアンダーっぽく走らせたりとか、あと、まあ、ちょっとアンダーっぽい車はほんのちょっと低めにつないで、ほんのちょっと低めにつないでっていう風にして、リアをねちょん引きしてるみたいな、サイドちょん引きで曲がってる感じ、そういうのもちょっとねいろいろできるようになる、いろいろできるようになる。なんでまあまあ3ペダルがいいっていうのはまあそういうところだよね。車の細かいコントロールをブレーキとかそのクラッチミートのタイミングとか回転数でコントロールできるっていうところがまあ面白いし、なんていうのかな、コントローラブルっていうかな、操ってる感じがするっていうねことだと思います。でこの車ねちょっとねヒルアンとするときに、クラッチのねつながりが遅いのね、これちょっとソフト上の問題もあって、あまあちょっとね次走ろうとしてるジャガーも若干あるんだけど、これよりはねちょっとちっちゃいんで、そちらのね走ってる様子をご覧ください。で俺今からやるんだけど、はい、ジャガーのね古い車でちょっとねヒルアン等のお手本じゃないけどね、まあ、ちょっとね私なりのやり方をやっていきたいと思います。はい、ちょっとね無言でいきます。いかがだったでしょうかね、ヒール&トーね、どう？なかなかね説明が難しいんで、足元のねちょっとアップ目でビデオを撮りましたんで、これをねちょっと見てほしい。この車はパンってクラッチつないでから実際にクラッチがつながるまでタイムラグがあるんだよね。それはねちょっとあの技術の問題じゃなくてソフト上の問題なんで、車よく知ってる人がパッて見るとなんかクラッチつなぐの遅くねってなるんだけど、ちょっとね、クラッチ上げてんだけど繋がらないのよ物理的にっていうちょっとね言い訳をさせてもらって、はい、またねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。